どうもタクです。今回はあの生クリーム専門店ミルクさんの究極の生クリームを使ったスイーツを4つ食べていく動画になります。まずはみなとみらいの東急スクエア地下1階にある横浜店さんにやってきました。平日の14時過ぎでこれくらいの混雑度。メインはハマスパというスパゲッティのメニューが豊富で、横浜ナポリタンやたらこ醤油バターチーズたっぷりラザニア風スパゲッティなど8種類ほどこの日は揃えられていました。こちらが今回のお目当てのスイーツメニューで14時からの限定販売になります。究極の生クリームを使ったパンケーキやシフォンケーキ、ミルキーソフトパフェなどラインナップも充実。まず1つ目は究極の生クリームたっぷりふわとろシフォンケーキです。シフォンケーキの上にたっぷりの生クリーム、そして練乳ソースと粉糖。ナイフを使わなくてもあっさり切れるくらいにシフォンケーキが柔らかです。ではいただきます。こちらのお店に来たのは今回が4回目ですが、シフォンケーキを食べるのは初めて。まずは何といってもこの生クリーム、鎌倉のように大きく盛り付けられるほどたっぷりの生クリームで、見た目は結構くどそうとかって思えるんですけど、実際はお店の名前の通りミルク感がたっぷりの見た目よりあっさりとしたテイストで、一人でも十分食べやすいです。中のシフォンケーキはフォークで簡単に切れるほどきめ細かくふかふかで、クリームとの相性もとてもいいです。生クリーム自体が少し甘さ控えめなところがあるので、好みによって別添えのメープルシロップをかけていきましょう。ちなみにこの日ちょっと髪の毛潰れてると思うんですよ。実はお店に来る前にみなとみらいで派遣の仕事をしていて、その際6時間ほどヘルメットをかぶっていたので、こんな感じで前半は髪の毛が潰れた状態でお届けしていきます。いや、この日は仕事が6時間、それも定時だったので朝の8時から14時と結構動いたんですよ。なので疲れた心と体はこうやってスイーツで癒していきます。続いて究極の生クリームのミルクパンケーキ、こちらがお店の一番のスイーツメニューになります。で、横から見てもらうと分かるんですけど、結構パンケーキ1枚1枚が少し厚めになっているんですよ。しかも厚めのパンケーキというのがふかふかっていうよりも少しもっちりとした弾力のある感じのパンケーキで、かなりボリュームがあります。そして上に乗ってる生クリームはなんとたっぷり 120g。 この味のクオリティとボリュームで1000円しないんですよ。なので今回3回目となるほど僕もお気に入りのパンケーキ。そして1回だけ食べたことあるんですけど、ここのスパゲッティもめちゃくちゃ美味しいです。こちらの店舗ができたのが2020年の6月ということで、まあ昨年の6月なんですけど、当時は LINE ニュースの記事になるくらい話題になっていて、しかもオープン初日と2日目くらいがスパゲッティが半額というキャンペーンをやっていたんですよ。まあ、なので少し混んではいたんですけど、並んでラザニア風スパゲッティとこのパンケーキをいただきました。このハマスパの麺は太さが約 2.4 ミリとかなり太めのもちもち麺で、さらに追加料金にはなるんですけど、まあ、並盛り以外にも大盛りだとか特盛りとか量の調整もできるので、そこそこ食べるという方でも満足度の高い内容となっています。ただ当時から少し残念な変更点があり、このパンケーキとかもプラス180円くらいでソフトクリームをつけることができたんですよ。でも今回訪れた時に聞いたら、そのサービスは今はやっていないということだったので注文することができず、やっぱりクリームにこだわっているだけあってソフトクリームの方の味もすごい美味しいので、ぜひ立ち寄った時に店内もしくはテイクアウトでミルク特製ソフトクリームを味わってみてください。まず2つごちそうさまでした。はい、というわけで日を改めて今度は原宿店の方にやってきました。お目当てはもちろん期間限定のスイーツ2品。期間限定というか、まあ12月末までということなので、まあ、もしかしたらタイミングが合わないという方もぜひ動画で楽しんでもらえたら嬉しいです。お店にはメニュー表といったものがなく、まあ最先端スマホの QR リーダーでコードを読み取ってメニューを確認、注文するときは店員さんを呼ぶ形になります。まず初めにいただくのが究極の生クリームのトロダントースト。そのトロダンシーンをまずはお届けしていきます。いかがでしたでしょうか。店員さんのアドバイス通り真ん中からズッパリいったわけなんですけど、中からとろーっとたっぷり溢れ出してくるカスタードクリーム、そして上にたっぷり乗っかっている特製の生クリームが崩れ落ちていく瞬間は本当に圧巻でした。これぞ萌え断ならぬとろ断という禁断トーストです。表面に牛が描かれたこの食パン自体もミルクさん特製のミルク食パンで、この角を見てもらうと分かる通りそれが香ばしく焼き上げられています。そのため外側はとてもサクサク、中はとてもしっとりとした食パンで、そこにたっぷりの生クリームとカスタードをつけていただくのは至福のひととき、と同時にカロリー爆弾。この禁断トーストは原宿店限定で10月の20日から発売されていて、
本当は今頃すでに販売が終了している予定だったそうですけど、あまりの人気ゆえに今月12月の末まで販売が延長されたため無事にいただくことができました。それにしてもこのトロダントーストやこの後出てくるラチパンケーキも含め店舗限定のメニューというのがかなり多いイメージです。今回いただく2つ以外にもマリトッツォやサラダ、食事メニューがついたアフタヌーンティーセットというのも原宿店限定、そして原宿店以外でもデニッシュとかそういった立川店限定のメニューもあり、横浜店でもマリトッツォの種類や今販売されているパイコロネの種類とかで横浜店限定のものがあったりと、いろんな限定メニューや限定の味があるのでいろんな店舗に行ってみたくなります。そしてつい最近 iPhone を SE から 13 Pro に変更し、この撮影から使い始めたんですけど、食べ物がめちゃくちゃ綺麗に撮れますね。これまで以上にできれば三脚とかを使用してもうちょっと食べ物を切るところとか綺麗な画質でお届けしていきたいと思っています。ではまず一皿終了し、次がある意味メインとなるメニュー、究極の生クリームのダッチパンケーキ。この映像で見る限りはあまり大きくないように見えますけど、注文しようとしたら店員さんから一人だと結構大きすぎると忠告。実際に自分の手と比べてみると、なんとこのダッチパンケーキ直径20センチとかなりの大きさ。それでは切るシーンに入ります。ではいただきます。そもそもダッチパンケーキとは何ぞやということなんですけど、ダッチパンケーキとは他にダッチベイビーとも呼ばれていて、ダッチオーブンで焼き上げた熱々もちもちの卵生地が特徴のドイツ発祥のパンケーキのことらしいです。実際にその通り外がサクサクしていて、中の生地の方はかなりもっちりしているんですけど、まるでクレープのように下の生地が薄く、感覚的にはもちもちのクレープとピザを足し合わせたような感じです。そして見た目はとてもスイーツピザみたいな感じでクリームがたっぷり乗っかっていますけど、上に乗っかっているクリームは生クリームとカスタードクリーム、それらがなんと合わせて 250g 以上、先ほどのパンケーキの上に乗っていたのが 120g だったので、その倍以上もクリームが使われていることになります。カスタードクリームもたっぷりなのでそれだけで結構甘いんですけど、上からさらにメープルシロップをかけることによってより生地の香ばしさと甘さのコントラストを味わうことができます。このダッチパンケーキも原宿店限定で、こちらは11月の下旬に発売されたばっかりなので終了期間とかはまだ分かっていませんけど、トロダントーストのことを考えるとおそらく長くても1月末とかそれくらいだと思うので、トロダントースト含め気になる方はお早めにお伺いしてみてください。そして今回の2品も両方とも値段が1000円ちょいと、特にダッチパンケーキの方はこの大きさで1000円はかなりのコスパだと思うので本当におすすめだと思います。というわけで今回は生クリームたっぷりのスイーツを4つ紹介しました。次回はエックスンシングスさんの動画を出したいと思います。ではごちそうさまでした。バイバイ。